ということで善太くん、はい、お昼のファンゾーンにやってきましたよ。そうですね、何があるんでしょう、ね、なんかあれはなんだ、あれはなんだ、ピューンすげえ楽しそうはい、ということでね、ちょっとファンゾーンもすごくあのお客さんたくさん楽しんでいらっしゃるんで、サクサクっとねちょっと歩いて、ね、あのどんな感じか皆さんにお届けしたいと思います。はい、もうまずこれいきなりグッズ売り場ですよ。レッドブルーレーシングのグッズもあったり、これ国内のチームかな。そうですね、チーム国別、ね、うん、待って、アルファタオリも買えますね。そうですね、うん、HRC の T シャツもありますよ。ああ、こちらには佐藤拓磨選手の。あ、本当だ。あ、こんなのあるんだ。2017。ああ、もうこれはインディ500優勝した時の、ね、はい、ノーアタックのチャンス。うん、うん、これはスーパー GT って書いてある。あ、スーパー GT のホンダ系チームのシャツってことだね。まあ、やっぱりお祭りといえば食ですよ。そうですよ ね、うん、衣うどん大盛りやつは、まあ、あちらにねわーっとお店にたくさん並んでますけど、まあ、ちょっと日陰行くと寒いけど、こう日があるところにいればちょっとポカポカして、そうですね、うん、ちょうどいいバランス、いいバランスじゃないですか。ちょっと寒くなるじゃないかと思います。フランク、あ、フランクフルトの渦巻いてる、だからすげえでっかいフランクフルトってことだなんか飴じゃないのって言いたいくらいですね。あれ舐めるよね普通。なんか食べたくなってくるよね。うん、お、あちらにはなんかフォーミュラーカーらしい。フォーミュラーカーらしきものが置いてありますね。宇都宮名物の。ほう、何あれも。どれあれ。ございますね。餃子？ああ、ライトレール。ライトレールありますよ。乗ったことないから。ライト、あ、ライトラインって言うんだ。あ、ライトラインでした。ライトレールじゃなかった。乗ったことある？乗り心地いいですか？はい。あ、そうなんだ。へえ。まあ、これは違うけど。ちょっとじゃあ、うん。ありがとうございます。EV フォーミュラープロジェクト。EV フォーミュラープロジェクト。工業高校。乾電池。あ、乾電池。乾電池。横から見えます。そうですか。あ、見てくださいよこれ。ちょっとカメラさん見てください。何本あるか数えて。1、2。何本入ったの電池？何本入って？千本。千本。すげえ。うん。すごいです ね、まあ、しかも速度は何キロ出る？最高速度35キロ、うん、35キロ、時速35キロ、すごいすごい、うんうん、でもいいな、キッズは乗せてもらえるんだね、うん、でもこんなにね大きい車、乾電池だ、ね、あんなに速さで動かせるっていうのもすごいですよね、うん、あ、この辺はもう二輪がブイブイ幅利かせてるんだね。なるほど。さあ、たくさん屋台ありますよ。なんか美味しそうなのつまみますか。宇都宮ファイヤーヌードル。ファイヤーヌードル、まあ、確かに焼くってのは入ってますけど、そこはもう焼きそばで言いましょう。焼きそば、あ、そこなんか人だかりができてますよ。お、そうですね、うん、あ、タイヤ交換チャレンジですね。お、タイヤ交換チャレンジ、タイヤ交換あるんですね、自分の。あ、それと、もうこっちが逆に練習ということで、お、かっこいい、このコメントいただきました。3、2、1、スタート。さあ、お父さん頑張れ。娘さんが3キロの娘が応援します。あ、ちゃんと本物使ってるんだね。もうちょっとかな、うん、タイヤを外して、お、よし、あ、外れた。あ、線が抜けてしまった。線が。やばい。娘さん、むしろで応援してます。それを、服をつけて、最後にタイヤを抜けて、フィニッシュ。30秒終了でした。お疲れ様でした。拍手。お父さん、お疲れ様でした。どうでした、やってみて。想定外サラブが、それでこちらもちょっと外れてたりハプニングもあるので、皆さん気をつけてください。ありがとうございました。写真撮りました？はい、はい、
どうですか、タイヤ交換チャレンジ。やっぱまあ一人でやるっていうのもちょっと大変ですけども、うん、そういう風にチャレンジを、ね、うん、加えてからこういう風にタイムを競う。ただこの間鈴鹿で SF のボディ使ったタイヤ交換チャレンジやりましたよ。おお、うん、太郎さんが、うん、タイムはどんな感じですか。自称2秒半。F1 並みのスピード。 F1 並みのスピードですよ、うん、もう、うん、もう各チームがうちでメカニックやりませんかって、スカウトが、うん、太郎さんをメカニックにしたいってかなり勇気のあるチームですね。はい、ということで、まあ、ぐるっと一周、ぐるっと一周今ねファンゾーンしてきましたけれども、まあまあたくさんのお客様が楽しんでいらっしゃいますということで、何か気になったブースとかありました。いや、まあやはり、まあ、ちょっと僕も一番驚いたのは、うん、あの乾電池のフォーミュラカーのプロジェクト、やっぱりね、うんうんうん、あれだけのね、うん、いや確かにねそれなりの数を積んではいるんですけど、うん、それでもうこのちっちゃいものがね、うん、やってから炭酸電池1000本で時速35キロで走るって、それすごいですよ ね、うん、それはもうぜひともね、なんかもうちょっといろいろ、だからフォーミュラ E にライバルが現れたから、ね、ああそういうことだね、うんうんうん、それをね地元の高校生が、でそうなんですよ ね、だからそこがね、うん、もう本当にすごいっていうのもね、ぜひ、はい、ともね皆さんね、うん、これからもいろいろね、うん、試行錯誤していただいて、うん、もっと素晴らしいものもね作っていただければなというふうに思います、はい。Amazing families, amazing enthusiasm, and loyalty.
お疲れ様でした。お疲れでした。今日はまだダゾーンで撮らないといけない、うん。ああ、そうなんですね。あのまた僕テスト行きますんで。あ、まあテストだけですよ。あ、そうなんですか。はい、あのまあのテストの時またお話聞きに行っていいですか。はいはい、ぜひ。あ、よし。じゃあダゾーンでもう一もう一仕事頑張ってください。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。いや、ダメだったら使わないんですけど、はいはい、まあ、無事終わりましたね、うん、はい、来年はどんな感じですか。まあ、テストで、ラッキングゲームさんからは走っていて、はい、ただテストはレースで、ああ、そうですか、よかった、はい、うん、まあ、まずそこからどうなっていくかは、まあ、それ次第。なるほど、じゃあテストでまたお会いできる感じで。そうですね、はい、じゃあ、と思います。テストもメディアで今回は入りますんで、はい、また突撃させていただきます。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。あのさん、すみません、お疲れ様でした。レファンライフです。あ、はい、お疲れ様です。あの、サンクスいかがでしたか。すごく初めての参加だったんですけど、はい、結構楽しむことができて、うん、はい、自分としてはすごく充実した一日になりました。あ、そうですか。小池エンジニアの印象はいかがですか。まあ、まだまだ、テストとかをやってるわけじゃないんで、はい、正直まだまだ分からないことがあるんですけど、来年シーズンに向けて、まだそのチームの体制ももしかしたら変わる可能性はあるんですけど、分からないんですけど、はい、とりあえず、チームとしてしっかりと、戦っていけるんじゃないかなという雰囲気を感じてますね。あ、鈴鹿のテストは3日間、2日間走られるんですか。
3日間走ります。あ、3日間走ります。じゃあ、 またテストをお伺いしますんで、はい、またインタビューよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ということで、善田さん、もう太郎、寒いです。そうですね。こっちはちゃんとコート持ってきて準備してきたんですけど、うん、ちょっとこの山の寒暖差舐めてましたね。ちょっとそうですね、うん、だいぶ寒いんですけども、うん、まあサンクスで無事ね、1日終わりました。はい、ね、こうしてアルファタウリの車、ね、隣ちょっとレッドブルさんもシャッター閉まっちゃったんですけど、うんうん、これ他のレーシングカーはもう全部、うん、もう車にじゃんじゃんトラックに積み込んでるんですけど、なぜか F1 カーだけは未だに作業が続いてるんですよ。そうなんですよね、はい、まあ、ちょっとレッドブル側の方からね、はい、聞いたお話なんですけども、なるほど、どうやらですね、はい、ちょっとね、なんでこんなに時間かかってるのかなって聞いてみたら、うんうん、どうやらパワーユニットの、はい、温度が落ちるのを待っている。でそれで、まあ、僕が聞いた段階ではもう90度、うん、もうあっちっちな。でそれで今このモーター音がなんかちょっと聞こえるかもしれませんが、うん、一生懸命クーリングして、もうそれで要はファンが回ってると思えばいいってこと。そうですね。でそれで90度からどうやら、70度に下げればもうなんか触って OK っていう作業、そうですね、撤収作業に移れるとっていう風な感じらしいんですけど、70度もちょっとね十分高いと思うんですけどね。まあ、でも一つ謎が解けましたね。そうですね、うん、これあれだね、F1 ライフで質問箱でやった方が良かったかもしれないこれでネタ一つ潰しちゃいましたねこれで、うん、そうね、テレビとかで見てたら分かんないもんね。これ現場で見て他と比べてあれって思ったわけだからね。そうですね、うん、なるほど、そういうことだったんですね、うん、はい。でまあ、今日一日サンクスデーというね、まあ、いわゆるファン感謝デーみたいな日でしたけど、どうでしたか善田さん。モータースポーツってもう十分非日常的なわけですよね、うん、そんな中、うん、さらに特別な経験、うん、4輪と2輪が一緒にコースで走るっていう、もう本当夢のような、ね、うん、情景を見ることもできて、本当に、ね、僕は幸せ者ですね。ちょっと本当に、ね、うん、もうこういう風な、ね、機会もね、もうこのサンクスデーでしか見れないという様子なのでね、皆さんにもね、ぜひ、ね、まだいらっしゃってない方もね、ぜひとも僕もお勧めしたいと思います。これは、ね、そうね、毎年続いていくことだと思うので、うん、また来年もね、うん、また去年の映像もありますので、去年の映像を見ていただいて、今年の映像を見ていただいて、うん、面白いなと、ね、思った方はぜひ、うん、現地で、うん、この、うん、温度感をね体験していただくといいのではないでしょうかということで、本日はこの辺で終わっていいですか。そうですね、もう帰りましょうちょっと寒いですね本当にはい、ということで、モビリティリゾートモテギより太郎と善太がお届けいたしました。ありがとうございました。バイバイ。